はいどうも、ひこぼんです。今回紹介するトミカはこちらになります。ドリームトミカ148番のワイドスピードに出てくるスープラです。屋根がないスープラです。屋根もね、着脱式だったらよかったんですけどね。では開封します。お、いい感じですね。後ろすごいことになってます。これはスピード出そうですね。裏もちゃんと加工されていていいですね。おー、いい感じのデザインですね。ライトがクリアパーツです。ライトっぽさがあります。この下もちゃんとシルバーで塗られてます。そしてトヨタのエンブレム、あ、屋根はまりそうなところあるんですけどね。こちらも同じデザインです。運転席はこんな感じです。トヨタのエンブレムとスープラの文字が入ってます。ブレーキランプもあります。ウイングは少し柔らかい素材です。そして後ろにはなんかすごいものが入ってます。黄色いバーも入ってますね。ここなんかはまりそうなんだよな。というわけで今回紹介したのはワイドスピードに出てくるスープラでした。